いよいよ、オリンピックシーズンですけれども、今どのようなお気持ちでいらっしゃいますか？そうですね、今回2度目のピョンチャンオリンピックを迎えるということで、やはりそこの代表選手に選ばれるように今までトレーニングしてきていますし、その先にピョンチャンオリンピックで金メダルを取るっていう目標を持って、ここの、ソチオリンピック終わってからの4年間ずっといろんなことを考えながら、いろんなことを試して自分を探してきたシーズンではあったかなと思うんですけど、少しずつ技術面もそうなんですけども、精神的にも自分を自分でコントロールできるようにはなってきたかなと思いますので、やはりピョンチャンオリンピックはではベストを尽くして、自分のやるべきことをやっていきたいなとは思っています。ジャンプの調子はいかがでしょうか？はい、本当に今シーズンは特に道具も含めていろんなことに挑戦してきたシーズンではあったんですけれども、夏でいろいろ発見もありましたし、逆にこれは合ってないっていう失敗もたくさんしてこれたので、その失敗から学んだこともたくさんありますし、うまく冬につなげられるようなシーズンではあったかなと思います。最後にファンの皆様に向けて一言お願いいたします。はい、今まで応援してきてくださった皆様に、結果で恩返しができるように自分のベストを尽くして、ピョンチャンオリンピックに向けて、この後、残り少ないシーズン、期間ではあるんですけど、自分のやるべきことをしっかりやっていきたいと思います。はい、楽しみにしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。